宮本健一先生にお話を伺っておりますけれども、大阪市民はもうマスコミが発達していろんな情報が山ほどある中で、こんなあかん街ないでって言われ続けております、この何年も。しかし本当は逆に今皆さんが息をしているのも、そして暮らしが普通に過ごせているのも、そういった先人の知恵というものの上に乗っかっているという部分を今まさに壊されようとしている。そこで逆に単に反対のための反対をしているんじゃないかという意味ではなく、こんなにいい街を壊してどうするんだ、そのためにはこの街の都市核というものをもう随分昔から関はじめ、市長をはじめ、そしてその周りにいた方たち、あるいはその後継の方たちが随分おっしゃってたようですね。そのあたりのお話をお願いできますでしょうか。そうですね、都市核というのはいわば人に人格があるように都市にも都市核があるべきだと、実はこれは大正15年に関が政策というのは科学の土台がなきゃならないというので、東京に対抗してですね、大都市大阪都市協会というのを作って、そこで大大阪っていう、これも非常に水準の高い、戦前にはですね雑誌を出してまして、その大大阪の発足の記念の集会がありまして、記念の集会の時に、大阪府知事であった中川氏が、単に経済の街に大阪してはならないと、やっぱりその文化や、あるいはそのみんなが図書館に通って本を見るような、そんな街にしたらどうだと、都市核っていうのは必要なんじゃないかと言ったんですね。それを受けて、毎日新聞の後に会長になった岡稔、これは関はじめの親友だったんですが、一緒に仕事を随分工場法なんか作ったりした人なんですが、彼がですね、日本にはその天使のいる都はあると、しかし都市はないと、しかし大阪は自由な市民の都市にしてほしい、これが都市核なんだって言ったんですね。これ名言でしてね、つまり権力の都じゃない、その自由な市民の都市というものを発展させるのが都市政策であり都市なんだというね、そしてそれが都市格の高い町なんだということを言ったんですね。で、私はそのこれを受けて、やはりその大阪は戦後ですね、いろいろ言われて、例えば梅沢さんなんかにゲスの町になったと、昔は大阪良かった、なんでねこういうゲスの街みたいになってしまったの、もっと文化っていうのはね、大阪が誇っていた文化っていうのを取り戻さなきゃならないって言ったんですが、まさに大阪がこれから狙うべきは環境と文化の高い、つまり世界の大都市はみんなそれを狙ってるわけです。今更その経済発展っていうことではないんですね。どこの都市も自分の都市格を誇るっていうのは環境と文化にあるわけですね。で、それを考えて都市核っていうのを改めて大阪の目標にしてはどうかって提案したんですが、驚いたのは一番先にそれを受けてくれたのが大阪商工会議所の会頭になった時になる前だ、大阪ガスの社長の大西さんでね、僕のところへ職員を派遣しましてね、先生そのちょっと都市核とはどういうことを言って都市核って言ってんだって来られたので、いやその都市核というのはやっぱり自由都市で、かつ環境と文化の高いね、関はじめに住み心地のいい都市を作るのが都市核なんだって言ったら、いやそれは私賛成だってんで、で商工会社の会頭になった時に会頭の就任の挨拶の時に都市核を宣言されましてね、それでその都市核を向上させるということで都市核についてって本も出されてるんですが、やはりその財界人も本当に大阪その東京とは違う、まあ、いわば独自のね高い都市核を持つ町にしたいっていうことを願ってるんだっていうのはそれ分かったんですが、残念なことにその後のその商工会議所の会頭や経団関係連の人たちは必ずしもその
大西さんの言った、これは彼はいくつも その同時に個別の目標も出してるんですけどね、それを捨ててしまったんですね捨ててしまったっていうか、それ以後どんどん東京に本社を移していくんですよね。だからこれは困ったことだと思います。それで戦前もですね、大阪のその財界人というのは権力あるいは官僚統制に反抗して大阪って町を支えるっていう意気を持っていたわけですね。これは佐鷹真が書いた電力党国家っていう中で、関電の前身であった宇治電のを支えた一番長く社長した人ですが、林康重さんという方が戦争中にですね、官僚統制に反抗してですね、それでその自由な大阪を主張していたことを紹介していましてね、私はやっぱりその今回の大阪都構想の中で一番気に食わないのはやっぱり権力と恐怖の都に大阪をしたいじゃないかと、研究者の言うことをちっとも聞かない、そういう町では都市格がなくなってしまうんですね。やっぱり、世界の都市が今グリーンシティだとか環境と文化を主張している時にね、それを大阪の中で最も早く実現するような町にしてほしいと思いますね。いや、本当に素晴らしいお話ありがたいと思いますし、大阪市民の多くがそれに気づかないまま、ここ数年暮らしてきたという方たち並びに、いやそうじゃないんだと、今宮本先生がおっしゃったようなことを感じながら、なんとかその都市格あるいは文化伝統、この町が持っている力というものを自らの内から手をつないで表へ出していこうという動きも確実に出ています。単にその賛成か反対かという二者択一を迫られてしまっていますけれども、この後大阪市が賛成になろうが反対になろうがなくなるというか、生活の基盤として大阪市はなくなってしまうかもしれませんけど、そこに暮らす人たちというのは暮らし続けるわけですから、そういった方たちがその反目することのないような、お互いに手をつながないとこの状況というのは乗り越えられないんだよという、そういう状況である認識と同時に、そこから上積みできるものは何かというのをお互いに考えようねっていう、そういう動きにつながっていかないと本当に目も当てられない状況が、間近に迫っている、そういう恐怖感を私は感じております。宮本先生、最後にですね、今この、インターネットの動画を見ておられる方たちに、今は京都市民でいらっしゃいますが、大阪市立大学名誉教授として、宮本先生から一言締めの言葉を頂戴したいと思います。そうですね、大阪都構想の是非を今回問うてるわけじゃないんですね。新聞が非常に間違ってるんです。これは大阪市を廃止して大阪市を5つの区に分割するっていうだけの話で、それは大阪市を廃止していいのかどうかっていうことを問い詰められてるわけですね。そして先ほどから言いましたように、歴史的に誇りのある、そして都市政策をリードしてきた大阪市、そしてまた社会的な弱者っていうものをですね、保護しようということで前進してきた大阪市のこの伝統っていうものを崩さないということが今度の投票で問われているところですので、ぜひ大阪市を廃止しないようにですね、考えていただきたい、そして投票に行っていただきたいというふうに思いますね。ありがとうございました。今日は本当に長い時間でしたけれども、滋賀大学そして大阪市立大学名誉教授の宮本健一さんにお話を伺いました。宮本先生、どうもありがとうございました。